駅前で笹を配ってたからね、持って帰ってきて飾り付けたんだけど、もう持って帰ってきたと同時にもうこんなカリカリになっちゃって、笹がねこんなすぐにカリカリになるって知らなかったから超びっくりしちゃって、なんか間違ってたんじゃないかって思ったんだけど、こんなもんだそうです。ねえ、もうちょっと葉っぱがいっぱいついてるの、結構これも葉っぱいっぱいついてたんだけどね、もっといっぱいついてるのもらってくればよかったなって思うくらいカリカリですねえ、七夕の飾りなんてね、何十年ぶりに作ったんだろうね。やっぱね、子供がいないとね、こんなの作ろうなんて思わないけど、はい、飾ってますちょこっと見えて汚らしいのね。はい、じゃあこれでいきたいと思います。まずは三角形、角を少し折ります。頭のように丸くするために角を少し折ります。折りました。で、丸くなったら、頭が丸くなったら、今度はこのように真ん中に。飾りたい。